僕らは愛の花咲かそうよ。苦しいことばかりじゃない。You are my soul, so いつもくぐそばにある。譲れないよ。Hey, hey, hey, go! どんな時も譲れぬに頑張りまし。テンダラスピュージャニーズミックスできましたね。はい、DJ GO です。はい、GOO って書いて DJ GO です。まあちょっと変化つけるために、ただそれだけのためにサングラスをかけて今現れました。はい、絵的にはうざいですってことですね。知ったことじゃないねこれ。はい、ということで、そのまま続行でいきたいと思います。今日本日おすすめの CD は、イーストエンドプラスユリの、アルバムですね。もう題名よくわかんないんですけど「だよね」っていう曲あるじゃないですか。それが入ってるだけで当時買ったってやつですね。今聞くと意外と全部聞けるっていう話なんですよ。みんなも買ってみればだよね。すいません「You are my soul so」いつので、本日のおすすめドリンクは昨日の王陽茶の紅陽茶をそのままコップに入れて、はい、飲みます。なんかねちょっと指摘でちょっとコメントでもう消しちゃったんですけど、別に多いお茶の濃いお茶なんですよ。だけどその多いお茶に引っ張られちゃって濃いお茶って言った自分がいたっていうことを突っ込まれたんで、知らねえし別にそんなのなっちゃうじゃん。それは多いお茶の濃いお茶ですって多分伊藤園側もそれはやってっから、本当にやってっから本当に。ってことで今日のテーマはそうです。ちょっとね言葉を僕はもうムーブメントを起こしたいってことで、まあ、こういうのやってるだけにねあるんで、何でも言葉って「おいやめろや」とか「超つれえや」とか「泣きたい」とか「なんかふざけんな」とかって強く言うと何でも直接的に相手に伝わっちゃって、まあ、自分はそうやって伝えたいけど周りの雰囲気を悪くしちゃうっていう。僕はイメージがあるんで、まあ、どうせなら柔らかく伝えて、なんかそれがちゃんと分かってくれて、まあちょっと笑いが生まれて終わればいいみたいな。よく「あげぽよ」とか「なんかなんとかなんとか」とかさ、なんかなんかそういうのってあるじゃないですか。なんかこう「つらたん」とかなんかそういうのって辛いけど「辛いよ」っていうより「つらたん」とかいうのと一緒で、なんか「かわたん」とかそういうのと一緒で「たんたん」とちょっとかぶっちゃってるかもしれないですけど、僕はT をつけることによりすごい物事って柔らかく聞こえるなってことを判明して、これから皆さんに使ってほしいなって思ってます。はい、まあ、ちょっと参加されますね。はい、ということで、本気でこれはいきます。だから「やめろよ」とかなんか今日は雨だよやめろよ」とかだったら「雨やめてぃ」みたいな「雨やめろよ」って言って不快にさせるんじゃなくて「雨やめてぃ」なんならもうちょっとアレンジして「雨てぃやめてぃ」みたいな感じでもいい。さっきの「おいお茶こういお茶」じゃないけど、もうそういう感じで「やめろやめてぃ」にするとか。だつらたんとかだったら、まあ、そのつらたんのパクリになっちゃうんだけど「つらいな」とか「今日はあれ仕事つらいな」とか「今日バイトかなんでつらいな」とかじゃなくて「今日バイトつらてぃ」とかもう言うことにより「分かるつらてぃ」みたいな、もうこの相方相棒仲間たちも「分かるつらてぃ」「分かってぃ」みたいな感じで言うとなんかこう和むし、まあ辛いのも伝わるじゃないですかね。あとなんかあいつムカつくなとかあいつイラつくとか言ったらイラってイラ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 イってイラってイラってみたいな感じでいいと思うんですよ。ムカっていいみたいな、ムカつくーんつとか言うよりも、ムカつくってなんかもうフレーズ的にいかついじゃないですか。だからもうイカタンなんでイカティなんでムカっていいみたいな、プンプンティーみたいな、プンプンティーはそれはもう本当にもうなんかもうどっかのお茶の名前みたいになっちゃってる。それは本当にこうかゆいな、さっきからかゆティー本当に。でもこういう感じで今目の前で見てるお母さんお父さんの子供たちにそうやってやってみてください。本当にそうやって言うと面白いよみたいな。で使ったらひっぱたいちゃうよ、ひっぱたきティー本当にそれはピンティーみたいな感じで本当にもうそうやってやることによりおは流行る可能性あるからね。はい、昨日美容室に行ってちょっと髪型だけでもクリスチャン・ロナウドにしてくださいって言ってきました。クリスティ本当に。っていうことで物はきっかけ言葉はきっかけ、これを見てる人は少ないかもしれないですけど、こっからうわってアメーバ状にねアメティみたいな感じで広がティしてはやティする可能性もあるティなんで、ぜひみんなティに拡散ティーして干して、本当にその ET ボティンを押して、本当にちゃんティットーティー押してよ、本当にそこはもうオネガティのしますティー、本当にそれは。ってことで多いオティ飲みます、その高いティーね、うん、ってことですかね今回は。はい、くだらないなって思うかもしれないけど、僕はもう間埋める系 YouTuber なので、ビジネスも何もできないし、はい、まあ、たまにはいいこと言うかもしれないですけど、できない、はい、面白いこともできない、なんかその外に行ってロケもあんまりしません、だって外が寒ティーだから。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。いいねボタン、チャンティ登録、バッティボタンを押してくださいませ。本日もありがとうございました。